ワールドサッカー。前半キックオフです。8万人以上収容するこのスタジアム、選ばれしウエファエリートスタジアムの一つです。また0910シーズンウエファチャンピオンズリーグファイナルの舞台でした。マンチェスターユナイテッド対ノースラックシー。マンチェスターユナイテッド4バックできましたね。この2トップ、ここがねどれだけゴール前でチャンスを作れるか、それが鍵になりますよね。来た、決まった。万有先行します。いや、左隅に綺麗に決まりましたね。さあ、マンチェスターユナイテッド早くも1点をものにしています。理想通りの立ち上がりじゃないでしょうかね。早い時間に点が動きましたからね、今日は面白くなりそうですよね。これはラインを割りました。後方でボールを回す。ルーニー、アシュリー・ヤング、ボールはエブラです。しっかりとマークついてますね。さあ、エブラ、ボールが上がってくる。いいボールですね。噛み合わない。スモーリング、前線が届くか。これはちょっと長すぎました。ファールに合います。映像です。前半終了間際、ビッグチャンス、この試合初めてのセットプレーです。ここは踏ん張ります。クロフツ、さあ打つ、やってしまいましたね。前半ロスタイムです。どう
リスタートと思いきやここで笛。さあ前半が終わりました。いや最後よく追いつきましたね。時間もなかったので相手も一瞬気持ちが緩んだのかもしれませんよ。少し気を逃しませんでしたね。ありがとうございます。さあ何が起きてもおかしくないフットボールの世界。前半は1対1の同点で終了しています。さあ早々と後半がスタートしています。試合開始した時とは違うのは疲労、それから時間的な焦りですよね。集中すること、平常心で挑むこと、それが必要になってきますよね。来た。いやーコントロールミスしましたね。枠にはちょっといかなかったですけど、いい攻撃を見せましたよね。後半20分を経過しました。クロフツボールを保持、前線へ繋ぐことができない。左サイド上がるか。さあエブラ素早いクロス、どうだ。何、しかしボールは左へとそれていきます。もったいなかったですね。ゴール前フリーでしたからね。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。どんどん攻撃に人数をかけていきますよ。センターライン付近一旦下げて、ナニ、ここもチェックに合います。このパス入ってくる。うわ抜けてこないですね。このまま行くと延長戦突入となります。残り時間は刻々と少なくなっています。バーディナンド呼んでいた。ルーニー、ルーニーが抜ける。最後のところを打ち崩せません。もうちょっといけたんじゃないですかね。そして今90分間の終わりを告げる笛。試合は延長戦へと突入します。さあ前後半の戦いが終わりました。あっという間の90分間でしたね。それくらいいい勝負をしてるっていうことですよね。ありがとうございます。そして延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあご覧のようにゲームはすでに再開しています。延長戦を制するのはどちらか。どうだ、ルーニー、シュートはクロスバーの上。ビッグチャンスでしたけどちょっと狙いすぎましたかね。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、バランスですよね。抜く、いいボール出ましたね。ボールが抜ける。ここでホイッスルです。まずは延長の半分が終わりました。依然としてタイスコアの状況は変わっておりません。そしてここからは選手たちにとって疲労との戦いともなってきます。気力、体力、知力の勝負、制するのはどちらのチームでしょうか。あと15分です。という間にゲームは再開しています。気力、体力、全て出し切ることができるか。ここで上げてくるか。攻めきれませんでしたね。いいとこまで行ったんですけどね。ここで笛です。